はい、皆さんこんにちは。週末 YouTuber おいゆくでございます。今日はキーボードで時短をしてみようと。普段ねパソコンなんかをお仕事で使われている方なんかには特に当てはまるかと思うんですけど、効率よく作業したいですよね。めんどくさい作業ってできればパソコンを使って効率よく楽に時短ができないかなって思うところよくありますけど、今日はそのめんどくさい繰り返し作業をキーボードを使うことで一気に時短しちゃいましょうっていうお話をしようと思います。実はマウスってね、直感的で良さそうなんですけど、とっても効率が悪いんですよ。そんなお話をしながら定型作業、繰り返しのね作業をいかに効率よくやるかというお話をしていきます。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さてですね、今回やっていくのは定型作業ってやつですね。あらかじめやることが決まっていて、それを何回も何回も繰り返すというのを、定型作業と言ったりしますね。今回は Excel のブック、これがシートが4枚入っている Excel のブックがあるんですけど、この4枚シートが入ったブックの中からシートの2と4、この2枚のシートを抜き出して1枚の用紙の表裏に印刷したいと口で言うとね、すごくシンプルな感じがしますけど、これ意外と面倒くさいんです。この作業を30回繰り返しをいたします。これが今回の定型作業になります。割とねお仕事してるとこういうことってあるあるですよね。例えば職場で何かこう自分のねこう周りのチームの人たちが作った報告書、同じような形の報告書を取りまとめしたいなんていう時にこんなことってあるかと思います。で、実はですね、 Excel にはちょっとした弱点がございまして、通常の状態ですとね、両面印刷ってできることにはなっているんですけど、 Excel の両面印刷っていうのは1枚のシートがこう例えば縦に長くなっててね、1枚のシートが大きくて1枚の画面に収まらない時には両面印刷なんかができるんですけど、今回みたいに1つのブックの中に例えば2つのシートを選んで、この2つのシートを両面印刷したいなんていうことができるかっていうとね、できないんですよ。私が今回やりたいのは2つのシートを選んで表と裏に、1個のブックのね2つのシートを表と裏に印刷したいなんてよくあると思うんですけど、これが Excel ではできないということなんですね。どうしましょうというところで、先に結論から言っちゃうとね、これ PDF に1回書き出すんです。 PDF に書き出しをすることで PDF の中から好きなページを選んで、で今回みたいに両面に印刷するっていうことができるようになります。今回使う Excel のシートは4枚のシートが入ってるんですけど、4枚とも書き出しちゃって、そうすると4ページの PDF ができるんですね。4ページの PDF の中から2ページと4ページ、そしてそれらを両面印刷にするっていうことができますので、1回 PDF に書き出すことで自由度が上がるということになります。こういったね、こう一見めんどくさいちょっと手間が増えちゃったんですけど、こういう一連の作業をできるだけ楽に作業したいなと思いますよね。手間はかけたくないんです。楽をするっていうと手を抜くみたいなんですけど、そういうことじゃなくてね、効率を良くしたいっていうことです。効率よくすることで時短になりますよね。で、今回私は30回同じ作業をやることになるわけなんですけど、実はこの30回っていう回数もまた微妙な回数で、もしこれが300回やるってなったら、とってもじゃないけど手作業やりたくないですよね。何時間もかかるかもしれない。300回やるんだったらプログラム組んで、プログラム多少ね労力はかかりますよ。プログラム作るのに10分20分じゃちょっと無理かもしれないですけど、それでもプログラムにしちゃえばボタン一つでね繰り返し作業ができるんで、何時間もやるぐらいだったら1時間ぐらいかけてプログラム作って自動化した方がいいかなと思います。ただ30回だったらね、手作業でやった方が労力少ないかなって思いましたね。ただ面倒です。同じこと繰り返すのは面倒なんで。そこで提案なんですけど、キーボードを使うことで楽々操作ができるんですね。普通の方ですとこういった操作ってマウスでメニューを出して
いろんなものを選択して印刷ボタンポチッと押しますよね。ところがね、マウスの操作って直感的で、まあ、分かりやすいと言われてはいるんですけど、決して効率は良くないんですよね。よくイラッとしません？マウス操作してて。後で実際のね、画面も見ていただきますけど、押さなきゃいけないボタンがちっちゃかったりすると、そのちっちゃいボタンを狙ってクリックするのって結構ストレスかかりますよね。私はあんまり好きじゃありません。それから同じことを何回も繰り返し繰り返しやるのって面倒ですし、私はもう苦痛でしかないですね。そうなんですよ。ちっちゃいボタンを狙ってクリックするのを何回もやるのってとっても苦痛です。それよりはキーボードですよ。今ここに私もキーボード持ってきてますけどね。キーボードって見なくても打てるんですよ。手を置いとけば、ホームポジションに手を置いておけば、狙ったキーって苦労しないで押せますよね。楽なんです。キーボード入力っていうのはある程度慣れてしまえばすごく正確に簡単にしかも素早く打てるので、こういう定型作業をするんだったら実はいろんな命令をキーボードから打った方が断然効率がいいんです。まあ、30回ぐらいだったら同じパターンをね、手に覚えさせてしまえば楽勝できるっていうことなんです。ということで今回は私は同じ作業を30回繰り返すときにキーボードを使うっていう選択をしました。キーボードでカチャカチャカチャっとやっつけましょう。これが早いんです。じゃあ実際にですね、オイユクはどうやってこのねマウスを使わないで、結構面倒くさそうでしょ。もう一回ちょっと確認してみますけど、やることは Excel のブックの中から2つのシートを選んで両面印刷をしたい。まあ一回ねPDF に全部書き出して PDF の状態で2ページ目と4ページ目を選択して印刷するっていう作業をするんですけど、これを実際にマウスでやるのとキーボードでショートカットっていうかな、キーボードでカチャカチャってやるのとどっちがどれだけ簡単かっていうね、比較もやってみたいと思います。ではやってみましょう。はい、今見えてますでしょうか。こちらが元になっている Excel のシートでございます。シートが 1,2,3,4 と4枚のねシートがあるのがお分かりいただけるかと思います。はい、この中で出力したいのが2番のシートと4番のシート、この2つを出力したいなってとこなんですね。はい、それでは実際にこれをマウスを使って作業をしていきますね。ゆっくりやっていきますよ。まずこれらのシートが入っているブックを印刷します。で、行き先が PDF なので、あ、これ PDF になってるからいいですね。 PDF でブックの全体を印刷していきましょう。これで印刷をかけます。ポチッと。そうすると、はい、名前をつけてデータをいきますね。よし、じゃあアウトプットとしておきましょう。これを保存ボタンをポチッと押すことで1,2,3,4と4ページ分、はい、書き出しされました。で、実際にフォルダに入ってるやつはここだな。はい、これで、はい、アウトプットっていう PDF のファイルができてますので、これを開きます。で、これは4ページ分できてますね。 1,2,3,4 と、あ、できてます、できてる。で、これの2ページ目と4ページ目を印刷したいので印刷ボタンを押して、で、プリンターを選び、で、印刷するページを指定します。で、1から4になってるんでこれを一旦消して2と4と、ここはさすがにキーボードで打ちました。これでさらに用紙の両面に印刷、こういうのがね嫌なんですよ。このちっちゃいボタンをねクリックするのって結構面倒くさいですよね。はい、こうすることで2つのページが印刷されることになりましたね。で、これで印刷ということで、まあ、これだけねマウスで操作すると動きがいろいろあってあちこち押さなきゃいけなくてね、結構面倒くさいんですよね。じゃあこれをですね、次はキーボードだけで行ってみたいと思います。これキーボードで実はこのシートの切り替えとかもできるんですよ。せっかくなんでちょっと解説しておきますね。じゃあ
ここからはマウスをなるべく触らないようにしてやっていきましょう。まずシートをね、切り替える、今回の出力とは直接関係ないんですけど、シートの切り替えはコントロールキーを押しながらキーボードにあるページアップページダウン、これを押すことで、はい、シートの切り替えができるようになります。ページダウンを使うと 1,2,3,4 といきます。ページアップを使うと 4,3,2,1 となりますね。まあ、直接印刷とは関係ないんですけど、これ知っておくとね、結構便利だと思います。いちいちマウスに手を動かさなくても、キーボードのまんまね、キーボードで手を動かしていけばいいので、とっても楽だと思います。さあ、印刷していきますね。印刷するときはコントロールキーを押しながら P としてあげると、はい、一発で先ほどの印刷画面が出てきます。このコントロール P というね、キーコンビネーション、まあ、ショートカットとか言いますけど、これって大体どのアプリケーションも同じなんです。今は Excel を使ってますけど、このあと PDF で印刷するときにもやっぱりコントロールを押しながら P なんです。 Word も同じです。コントロール P でこの印刷の画面に移動できます。これ覚えておくだけでもめちゃめちゃ楽だと思いません？だってマウスでね、ファイルメニューで印刷とか押さなくていいんですよ。キーボードで一発でせーのほい、え、絶対こっちの方が楽だと思いますよ。コントロール P です。そして先ほどはマウスを使ってあちこち移動していたんですが、実はこれタブキーです。タブキー、タブキーを使うことでこの項目を順番に移動することができます。逆順に戻るときにはシフトキーを押しながらタブキーを押してみてください。逆順に戻ってきます。さあ、今回はこれでね、まあ、設定的には OK になっているんですけど、仮にそのプリントアウトしたい時のプリンターを変えたい時にはタブキーを押しながらプリンターの項目に移動してここを変えたいので、こちらエンターキーを押してあげるとメニューがピロンと出てきますね。例えばキャノンのプリンターを使いたかったら矢印キーです。矢印キーで上に上がったり下に下がったり、これだっていう時はエンターですね。これでプリンターに接続することができます。やっぱり違うのにしたいと思ったらまたエンターキーでメニューを出したら矢印キーで移動して、はい、これだっていう時はエンターですね。さあ、印刷ボタンに戻りたいとなった時には、はい、逆順に戻るのでシフトキーを押しながらタブキーですね。印刷ボタンに戻ったら印刷です、これだ、エンターキーです。こっちに PDF に出力するので、これ名前をつけて保存と同じ画面になりましたね。じゃあここでファイル名をアウトプットとしておきましょう。で、普通の人はね、ここで保存ボタンをなんとかマウスで押そうとするんですけど、実はこの状態でこれだってエンターキーを押すと保存ボタンが押されるのと同じことになります。ポチッ、はい、行きました。はい、1ページ2ページ3ページ4ページ、はい、全部のシートがそれぞれのページ4ページになって書き出しされたわけですよ。本当に書き出してきたのかどうか確認していきましょう。ウィンドウが開いているのでウィンドウに切り替えたいんですが、マウスは使いません。マウスを使わずにどうやって切り替えるかっていうと、これもねよく使うので覚えておくと便利な技になります。オルトキー、オルタネートキーを押しながらタブキーを押してみてください。そうすると現在開いているウィンドウ、これを行き来することができるようになります。今2個しか開いてないので、オルタネートキーを押しながらタブキーを押すと2つのウィンドウ、どっちを開きますか、ね、切り替えることができます。ドキュメントのところで手を離してあげるとドキュメントのウィンドウを選択できます。これめっちゃ便利ですよね。さあ、この中に先ほど書き出したアウトプットっていうファイルがあるので、アウトプットを選んであげましょう。選ぶときにはどのキーでしたっけ？そう、矢印キーでしたね。矢印キーでアウトプット。さあ、開きたいんですけど、これだっていうとき何を押しましたかね？そうです、これだっていうときはエンターキーでしたね。エンターキーを押すと開きます。おお、ちゃんとできてる。さあ、これで
4つのページがちゃんと書き出されているかどうか確認したいとき、今1ページ目が開いてるみたいですけど、これ選択していくときにはどうすればいいんでしたっけ。選択するときには矢印キーでしたね。はい、ちゃんと4つのページができているようです。 OK。 じゃあこの4つのページの中から2ページ目と4ページ目を印刷してみましょう。はい、印刷するときのキーは何と何を使ったでしょうか。印刷、プリントアウトですよね。だいたい頭文字で覚えておくと間違いないと思います。プリントなので P でした。コントロールを押しながら P でしたね。はい、今開いているのは Adobe のアクロバットリーダー、 Adobe アクロバットリーダーでは印刷の画面はこんな画面でした。さあプリンターが、はい、こちらもマイクロソフトプリントトゥ PDF になってますので、これ変えたいですね。変えるには矢印キーでしたね。矢印キーで、はい、キャノンのプリンター、お使いのプリンターを選んであげてください。このままではページが全部のページが出ちゃうので、ページ指定をしなければいけません。マウスを使ってページ指定っていうところにね行きたいところではありますが、はい、ここですね。ここにマウスを使わずに移動しましょう。これもキーボードを使うんです。もう勘のいい人だったらお分かりいただけますよね。ここに G って書いてあるんですよ。ってことはコントロール G かなっていうとね、コントロールを押しながら G を押しても何も起きません。なんか騙された感じがしますね。騙してないです。はい、こういう時はですね、オルタネートキーを押しながら G って押してみてください。おお、オルタネートで A だとすべて、あ、現在のページだとオルと U、 あ、 G でページして、なるほど。マウスが動いてないですね。マウス動かすと、まあ、こんな風にね、矢印ポインターも動くんですけど、マウスを動かさずにメニューを行き来することができます。キーボードって便利ですね。はい、じゃあページを指定したいんですけど、隣に行くにはどうしたらいいでしょうか。はい、項目を移動していくのはさっきも説明したですね、タブキーでございました。タブキーを1回押すと隣に行きます。はい、ここで2と4、キーボードからカンマを使って選びたいページを指定していきます。さあ次はこれらを両面印刷にしたいので両面印刷です。はい、両面印刷するときにはこちらになりますね。用紙の両面に印刷、今度は B って書いてあります。マウスでこのちっちゃいボタンをねクリックするのってすごく難しいですよね。私はあんまり好きじゃありません。そこで、はい、B と書いてあるところを一発で行くにはオルと B です。コツが分かっちゃえば楽勝ですよね。この下線が引いてあるアルファベットがついている項目にジャンプしたいときはオルタネートキーを押していただくと一発でジャンプできます。あとはこれで印刷はエンターキーを押すことで印刷できるようになります。結構早いですよね。こっちの方が多分断然楽だと思います。ということで今回はですね、時短をするために何をやったかって言いますと、キーボードを使ったっていうね、そんな時短テクニックの紹介でございました。はい、皆さんいかがだったでしょうかね。マウスを使う、マウスって確かに便利ではあるんですよね。初めて見た時に手の代わりにマウスって動かせるので、マウスはすごく便利な道具ではあるんですけど、逆にまどろっこしい感じもあります。慣れてくるとキーボードですよね。キーボードは自分のこう手を一度キーボードの上に置いてしまえば、そのままの位置でいろんなことができるようになりました。ですから慣れてきたらキーボードを使って操作することを覚えると断然作業が早くなります。覚えちゃえばいいんですよね。ページを指定したいときにはオルタネート G、 両面印刷を指定したいときにはオルタネート B、 これを覚えておけばサクサクっと操作ができるようになります。今日の動画はこれで終了です。今回のお話が参考になったと思っていただけましたら、高評価ボタンを押していただけると大変嬉しいです。私おいゆくはこのようにコンピューターを日常的に使うような動画を出しております。おいゆくのチャンネルが気になったなと思っていただけた方はチャンネル登録もしていただけるとさらに嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら、さよなら、さよなら。